皆さんこんにちは。現地時間30日、バスケットボール日本代表が1次リーグ第2戦でフランスと戦い90対94で敗れました。前回銀メダルを獲得した開催国の強豪相手に延長戦にまでもつれた日本代表。しかしこの試合は内容ではなく誤審について議論が湧き上がっています。そこで今回はこのフランス戦とジョーダン選手についてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。パリオリンピック男子バスケットボールの1次リーグ第2戦が30日日本時間31日、リールのスタッド・ピエール・モーロワで行われ、グループ B の日本代表は延長戦の末に開催国フランス代表に90対94で敗れ、世界王者ドイツ代表との初戦に続く連敗を喫しました。最終クォーター序盤に八村塁選手を退場で欠きながらリードを奪った日本は、残り10秒でフランスの4点プレーによって同点とされ、5分間の延長戦で力尽き、歴史的な金星を逃す形となりました。最終クォーター序盤、日本代表は直前に連続スリーポイントシュートを決め、70対72と追い上げる原動力になっていた八村選手が、2つ目のアンスポーツマンライクファウルを取られて退場に。それまで24得点をマークし、守備でも渡辺選手、ホーキンソン選手と共にインサイドを固めていた大黒柱を欠いて、日本は残り8分31秒を戦うことになりました。しかし代わりに入った身長 207cm の渡辺飛勇選手が、終了間際に NBA でプレーする216cm のルディ・ゴベア選手のダンクをブロックしてスタンドをどよめかせるなど活躍。河村選手を中心に再び追い上げ始めた日本は、残り5分9秒で自らドライブした河村選手が決めて78対77とついに逆転します。河村選手はその後もアリーナにブーイングが轟く状況で4本続けてフリースローを決めました。そして残り 16.4 秒で84対80と、日本は試合終了間際フランスに4点のリードを取っていました。そこで勝利を目指すフランスは最後の攻撃でスリーポイントシュートを決め、その上でバスケットカウントを誘う大勝負に出ます。そして左奥に開いたマシュー・ストラゼル選手が体勢を崩しながら強引にスリーポイントシュートを放ったところ、シュートは決まり、さらにチェックに行った河村勇輝選手がディフェンスファウルを取られる形に。点差はこれで1点に変わり、フランス側はバスケットカウントで与えられたフリースローを難なく決めて、スコアは84対84となり、日本代表は試合終了間際に同点に追いつかれてしまいました。その後日本は延長戦を戦い、最終的に90対94で敗戦。目前まで迫っていた大金星を寸前で逃す形となってしまいました。フランス紙のルフィガロは、満員の約2万7000人で埋まったアリーナを熱狂させた奇跡の同点劇を次のように伝えています。限界にまで追い込まれ、フランス国民の前で大恥をかく寸前だったレブルーは、ストラゼルの信じられないスーパープレーに救われた。ストラゼルの4点プレーが、それまで抑圧されていた選手たちの感情を全て解き放った。延長でようやく日本を上回ったが、決して簡単な勝利ではなかった。しかし試合後のフラッシュインタビューで、ファウルを取られたシーンを目の前で見ていた日本のトム・ホーバスヘッドコーチは、言葉を飲み込みながらこう話していました。最後のファウルがちょっと大きい、本当に悔しいです。ホーバスヘッドコーチがインタビューでこのようなことを話したのには理由がありました。実は試合の分水嶺となった3ポイントの時のプレーで、河村選手がストラゼルに触れたかどうかがかなり微妙で、SNS 上では河村選手のファウルではないとする映像がいくつも投稿されているほどでした。勝敗を分けた攻防を目の前で見ていたホーバスヘッドコーチは、この時納得のいかない判定のことについて話そうとしたのではないかと話題を呼んでいます。試合後、チームの中心として戦った河村選手は、残り10秒で痛恨のファウルを与えたためか、6本のスリーポイントシュートを含めてチーム最多の29得点を挙げながらも、試合後のインタビューで、
僕個人のプレーでチームを勝たせられなかったと、同点に追いつかれる原因となったプレーを反省。しかしその上で、この試合を通しても成長したと思うので、ブラジル戦までに修正してベスト8進出という目標を必ず達成できるように戦いたいと話し、次戦へ向けて切り替えて前を向く様子を見せていました。今回の試合の結果について、バスケットボールのレジェンドであるマイケル・ジョーダン氏がコメントを寄せています。2015年にエア・ジョーダンの記念イベントで来日した際に、世界ランク47位とオリンピック最終予選に挑む中で最も順位の低かった日本代表に対して、勝つために最も重要なのは勝者の姿勢を身につけることだ、その姿勢がなかったら勝つことはできないとエールを送っていたジョーダン氏。今回のフランス戦を経ての日本代表へ、誤審で負けた試合より実力不足で負けた試合の方が辛い、君たちは誇りを持っていいとコメントをしています。今回の議論を呼ぶきっかけとなったこの問題のプレーについて、報道写真や VTR などから様々なメディアで検証され、判定について疑問視する声が広がっています。加えて相手チームがフランスだったことで開催国優位の判定をしたなどとして、担当した女性審判の SNS に批判が殺到する事態にまで拡大。この試合を見ていたバスケファンは SNS 上で問題の画像を添付しながら、これでファウル、本当に悔しい、河村は触っていないなど、日本が勝っていたと主張する声が上がり、さらに海外のファンからも、レフリーがフランスを救った、河村は接触していないなど、日本チームを擁護する声が相次いでいます。今回のパリオリンピックでは、すでに柔道の判定をめぐっても審判の判断が議論を呼んでおり、波乱の展開が続いています。今回の敗戦によって、バスケットボール日本代表は厳しい位置まで追い込まれることとなりましたが、それでも今回大会で目標としているベスト8までまだ可能性を残しています。12カ国が出場するオリンピックのバスケットボール競技は、全3グループの上位2位までと、3位のうち上位2位までの計8カ国がベスト8に進むことができます。すでに続く試合で初戦で敗れたドイツが86対73でブラジルを破り、フランスと共にグループ B の2位以内を決めました。日本はブラジルと共に連敗を喫しましたが、直接対決で得点差をつけた上で勝てば、3位での準々決勝進出への可能性が見えてきます。ベスト8をかけた運命の最終戦は8月2日の日本時間18時に、再びリールのスタッド・ピエール・モーロワでティップオフを迎えます。いかがでしたか？今回は今開催されているパリオリンピックのバスケットボール日本代表に関する誤審騒ぎについてご紹介しました。48年ぶりのオリンピック自力出場を果たしたバスケットボール日本代表、しかしその壁は厚く、疑惑の判定も含め初戦2戦目ともに落としてしまう結果となりました。日本の世界ランクは26位、フランスの世界ランクは9位と、勝利すれば大金星であっただけに惜しい結果となってしまいました。まだ目標としているベスト8進出の可能性は残っているだけに、最後まで諦めず頑張ってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。